はい、ですね、自転車なんであるんだって、ね、小鉢ね、たくさんあるんですけど、これ植物ね、入れてたんですよ。で、寒さでね、結構傷んでたんで、全部ね、抜いてしまいました。まあ、何個か残っていますけど、で、抜いた植物たちがね、こちらとですね、こちらでございます。この子たちですね、もう土が、ね、ほとんどなくなったり、ちょっと蒸れたりして、もう捨てようかな、どうしようかなと思ったんですけど、なかなかこれね、捨てると皆さんもったいないということになると思うんで、じゃん、こちら、外からですね、この鉢、持ってきました。土も入っているし、鉢もね、まあ、汚れてますけど、いい感じで、何もね、入ってなかったんで、今この鉢を持ってきたんで、これにね、ざっと、何も考えずに、性質これバラバラなんですけど、傷んで捨てられそうになったミニカイオちゃんたち乱雑に植えたらどうなるのということでですね、やろうと思います。はい、まず一応ね、ほぐして多分これね、花がね、昔咲いてたんだと思いますけど、いや、もうこれね、それに植えるのって思うでしょ。植えるよ、ね、どんなのに植えても、育っちゃうとね、そういうね、普通の人がやらないようなことをやる、ね、こんな感じ。草も栄養分もよし、まずは種木を。オーガスタ、旅人の木か、こっちはね。カットして、マジ適当ですから、ね、適当。どうせ捨てられるなら、ちょっと面白いことやってみようよってこと。テーブルやし、だいたい性質が同じもの同士で寄せ植えしてくださいと僕言うじゃないですか。でも、ね、皆さん性質全部分かっていればですね、いけるわけですよ。どうなんだ。ちょっと賑やかに作りますか。あ、これ真ん中でよかったのかな。オーガスタ真ん中入れますね。オーガスタ真ん中入れよう。真ん中入れますよ。超適当。そして、虎のお茶。虎の入ります。虎の入りました。センスあるかなんかは、ね、そういうのね、思わないでくださいよ。フレッポディウム、ブルースター入りまーす。なんか、よし。お、なんかちょっと若干トロピカル感出てきたな。なんで虎のいるのみたいな感じ。ほらほら、もうボロボロのペペロミアセルペンス、ね、ボロボロっす。ボロボロだけど植えてたらどうにかなるか。ちょっとここに垂れさせたいから、こういう風にしておきます。よし、はい、こんな感じで、じゃ短くカットしよう、ね、カットか。お仏シホリア、ペペロミアですね。深く植えますか。ペペロミアはあんま深く植えない方がいいですね。
蒸れなくていいと思う。まあいいや。よしよし。べちょべちょだ。べちょべちょ。あ、ちょっとドブ臭い。ドブ臭い。でも入れる。でも入れる。関係ないね。よっしゃ。ほや、桜蘭。よし、だいぶ減ってきたぞ。お、これは、なんだったっけ、ヤツデみたいなやつ。このドラセ、あ、なんか書いてありますね、これ。ドラセナ、ゴッドセフィアナーということで、これもドラセナなんですよ、実はね。お、これ、おもろい。これなんていうじゃないですか。実は、すごいよ。じゃん。こんなになってますけど、これを入れ込んであるだけだからですね、これ。ほら、プラスチックのまま入ってまーす。ね。じゃん。こんな感じです。これごと入れてあったからね。よし。次は、ここに入れよう。ゴッドセフィアナ入ります。よし、だいぶいい感じになってきた。いい感じかどうかは、皆さん終わってのお楽しみ。お、ペペロミア。お、パカパカだわ。お、トラノウがまた出てきました。トラノウちゃん。ボロボロ。トラノウもここに入れまーす。お、ジェイドちゃんがいました。ジェイドちゃん。ここにもジェイドちゃんはなんかこう使えそうっす。あ、でもこれもジェイドちゃん茎だけになっちゃってる。ここに入れよう。ジェイドゾーンに作りますか。ジェイドゾーン。ジェイドちゃん、はい。よっしゃ。あとはもうちょっと。こっちが寂しいか。よかった。これはネマタンサスかな。出た。よっしゃ。お、フィリのペペロミア、外側に出ますか。はい、マジで適当です。よし、ペペロミア、おぼつしほりや。また落ちてた。突き刺す。突き刺す。よし、完成。なんということでしょう。みすぼらしく捨てられそうになっていた植物たちが新しい住みかを見つけ、立派立派な寄せ植えに様変わりしました。はい、いかがですか。適当に植えた割にはなんかいい感じのトロピカルな寄せ植えが完成しました。
オーガスタとですね、テーブルやし、こういう風にですね、種木をね、入れてあげるとね、バランス良くなりますね。そして、こういう葉っぱのね、違う、フレポディウムとかですね。まあ、ここにね、トラノーまで入っちゃってますけど、なんかね、いい感じにね、マッチングしていますね。で、周りにはね、垂れる、ちょっとね、ペペロミア系、一周ぐるっと、どちらからもですね、楽しめるような状態に、あそこ残骸がありますけど、ほんとね、もうボロボロだった子たち入れ込みましたけど、この子たち、どのような感じになっていくのか、楽しみにしておいてください。性質ですね、普通は一緒の動詞の方がいいんですけど、皆さん性質ね、しっかり覚えていれば、まあ、めちゃくちゃな寄せ植えでもですね、皆さんならできるようになると思います。多分ね、このチャンネルにね、たどり着いていない人たちはね、なかなか厳しいと思いますけど、もうね、勉強して上達して上級者になっている人たちはですね、いろんな寄せ植え作れます。ぜひ皆さん、傷んで弱々しくなったね、植物たち、そのままにしているんじゃなくてね、寄せ植え作ってみてください。もちろんね、性質同じ同士の方がね、いいんですけど、こういう風な楽しみ方もいいんじゃありませんか？随時配信していくので、お楽しみにしていてください。それじゃあ、バイバーイ。